さて、配管少女レプリカ、プレイしていきます。難易度は普通で。虚言癖ですか。ええ、嘘をつきやすい子なの。年齢の割によく頭が回るみたいなのだけど、彼女の嘘には気をつけて。女の子は幸せに暮らしました。だって。つまらない本。ああ、退屈。なんか面白いことでもないかしら。ねえ、トニー。なんだよ、自分で考えろよな。いっつも俺が考えるいたずらに乗っかってるだけじゃねえか。ふん、うるさい、生意気トニー。あ、そういえば、副委員長が話してるところを聞いたんだけどさ。お前って金持ちのお嬢様なの？だったら何よ。へえ、マジなんだ。いいな。俺なんか生まれた時から親の顔なんて見たことないんだぜ。なあ、話してくれよ。何を？ここに来た理由だよ。お嬢様がなんだってこんな孤児院に来ることになったのかって。そうね。退屈しのぎにはなりそうだわ。ん？じゃあ話してあげるわ。涙なしでは語れないローゼマリー物語を。あるところに可愛らしい女の子がいました。その子はお金持ちのお嬢様で、家族からもとても大切に育てられていました。だけど、ある日誘拐されてしまいました。ここは、そっか、私、頭が痛い。とにかくここから出ないと。助けて、パパ、ママ。はい、というわけで始まっております配管少女レプリカ。主人公はローゼマリー。配管少女の本編でも名前は出てきましたね。とは言っても本編始まった時にはすでに孤児だったわけですけれども。だから本作でどういう結末に至ろうとも先に待ち受けているのは避けようのない死なんだよね。ちょっと複雑な気分。まあ複雑な気分だけど、一旦連打して心を落ち着かせようか。とてもとても良い連打だね。でセーブはやっぱどこでもできるタイプ。スロットは、あ、8までか。じゃあ、8で。ナイス8。マップ。マップは最初から確認できんのか。地下1階、1階、2階。今のところはこの3つのフロアなのかな。つっても現在地がどこかわかんないから、まあこれを見たところでピントは来ないんだけど。まあいいか。とりあえず脱出しましょう。状況から察するになんか誘拐されたところからって感じかな。とは言ってもローゼマリー嘘つきっぽいから何とも言えんけど。
ランタンがある。カンテラではない。持っていきますか？まあ、持っていきましょう。持っていこう、持って帰ろう。ミスターなんとか。ランタンゲッチュー。ああ、明かりは割とこう指向性なのね。なるほど。思ってた明かりと違ったけれども。まあ、とりあえず。これは、あ、この扉。施錠されていて開かない。なるほど。閉じ込められている。積んだんじゃないか？じゃあ、鍵か何？内側から鍵で開くってことは、まあ、時々あるけどね。さて、どうしたもんか。かすかに壁の下に穴が開いている。子供の大きさなら通れるかもしれない。は、見てなかった。なるほど。この箱が押せて、ああ、ほんとだ。穴開いてる。ていうか、ドットやっぱすごいよな。前作、ていうかま、本編もそうだったけど。で、この穴を通って、ザルだね。一応木箱では隠してあったか。なんか廃墟っぽい感じだよな。で、穴を抜けると、ここは倉庫かな。なんとも言えん。なんぞペカってる。これは、新聞のスクラップ？連続誘拐事件発生か。リューグネリンの町で、幼い子供の行方不明事件が相次いでいる。現在4人目の捜索願いが出ており、警察は連続誘拐事件の可能性が高いと見ている。どの家庭も少し目を離した隙に子供がいなくなっていたという。一向に犯人からの要求がなく、目撃情報を募っているが、捜索は難航している。これ院長の仕業なんじゃない？どれも誘拐事件の記事のようだ。周りには子供たちの顔写真が乱雑に貼られている。誰かが貼ったのだろうか。誘拐犯が自分の功績って言っていいのか、見てニヤニヤするためか。要求がないからか、金銭目的とかそういう感じではないよな。なんぞべかってる。細長い鉄パイプが押してる。もう、鉄パイプいきなりいいもん手に入れたね。鉄パイプ月中。バールに次ぐぐらい素敵なもんだと思うよ、私は。で、ケチャップがあって、ケチャップの先には赤い文字、ケチャップ文字だね、いわゆる。お前は、ここで死ぬかな。なの、これ。誰が書いたのか、これも犯人か？あ、毎回これババーンってくるのか。なるほどね。で、ここなんか扉がないんだけど、これってあの穴通ってくるしかないのか。誘拐犯も毎回あの穴通ってきたのかな。もしくは隠し通路があるか。かすかに風の音が。この風、少し泣いてるわ。この雲の巣を払えば、何かあるのだろうか。何か棒のようなものがあれば、あ、鉄パイプならあるんですけど。棒か、鉄パイプじゃ長さが足んねえか。これアイテムって自分で使うタイプか。あ、自分で使うのね。オッケーオッケーオッケー。鉄パイプを使って雲の巣を払った。ギョッ、雲の巣を払うと通気口を発見した。子供一人なら通れそうだが、このままではダクトには届かない。台になるものがあれば。何か台はないのか。台みたいなものか。もうこういうのは椅子なんだけど。ああ、押せる。あ、さっき押せなかったような気がしたんだけど。これ高さ足りなくね。っていうか、やっぱり、ドアとかないよな。じゃあ犯人はダクトを通るかそこの穴を通ってんでしょ？でも子供ぐらいの大きさならっつってるから、犯人は子供なのか。わかんねえ。もしかしたら隠し扉みたいなのあるのかもしれないけど。まあ、とりあえず積まないように椅子を運んでと。ダクトの下に椅子を置いた。これじゃ、ですよね。届かないね。もう一つ椅子があるから、この椅子を持って行って椅子二連じゃないか。あー、なるほど。なるほど。あそこに椅子を置くことによって自然にこの箱を持っていかせるわけだね。素晴らしいデザインですよ。で、その前に椅子を置くとかじゃなくても、直に登れんのか。結構あれだね、フィジカル的に強いね、ローゼマリーね。ここ、通れんの？まあ、通るしかないんじゃないか？おーおー、ああ、ほふく前進してる。いや、細けえな、ドットが。
これマップチップ、キャラチップとかも含めて多分自作なんだろうな。下から光が漏れている。覗いて、あ、もう覗きましょうか。ロマンですね。見られた。早く。早く逃げないと。追われたりは、あ、メニュー開けんなら多分 OK だな。ま、5番にしちゃった。なんとも言えない変なセーブの仕方してるな。こういうんでいいんだよ。さて、画面が思いのほか暗くてな、これまたよくわからんくなってるけど。なんか、ガッポンガッポンガッチャンつってたけど。さて、多分こっちで合ってる。なんかがいる。はっ？こっちへ来いよ！誘導されてんね。仲間か、敵か。ま、大体の場合敵だな。では、外出中に、忽然と消えたと。ええ。近くの湖へ、いつものように家族でピクニックを。ねえ、あなた。ああ。最後に娘さんを見たのは、誰ですか？妹の、ミモザ、ですわ。妹さんですか？仲が良かったんですか？ええ。ミモザ、部屋にいなさいと言っただろう。こんにちは、お嬢ちゃん。びっくりさせて、すまないね。おじさんは警察なんだ。お姉ちゃんを探しているんだよ。できれば君にも協力を。刑事さん、できる限りの協力はしますわ。でも、ミモザはまだ幼いの。あまり刺激するようなことは。しかし奥さん、この事件は連鎖的に起きている。お嬢さんで4人目です。世間は嫌顔にも注目するはずです。新聞記者やマスコミの格好の餌となるでしょう。さらに金持ちの令嬢がさらわれたとなっては。あなた方は今、事件の渦中にいます。そのことをお忘れなきよう。そう、ですわね。初めて会った時の印象は、よくある中流階級の家族。親の遺産を相続した気の弱そうな父親。あり余る財で美しく作られた自信家の母親。そして、おとなしそうだが、明らかに警戒心の強い妹。捜査の鉄則。身内による犯行も可能性に入れておかないとな。それにしてもなんだ。この家を覆う陰気な空気は、事件のせいだけではなく、この家族自体が背負っている不幸な運命のようなものを感じる。では、また情報が入り次第、こちらに赴きます。はい。お姉ちゃん、まだ見つからないの？大丈夫よ。すぐ戻ってくるわ。ここは。近くで足音がする。おっと、データ、これはなんだ、逃げるっていうか隠れるパターンが。ダクトに戻るのちょっと無理かな。どこかに隠れないと。隠れる場所。お、20秒の猶予。書いたメモが読んどる場合か。洗濯機は関係者以外ロックしています。一つ故障中。なるほど。隠すことができるそうだ。できそうだ。一つ故障中。どれかが正解ってこと？これは？あ、いける？隠れてみようか。ゼロになってるけど。
もう出ても大丈夫かな。お、これもしかして当たり引いたのでは。まあでもこれ多分ガラスだろうから入ってたらバレちまうわな。おうおうおう、これとかもいけるかなと思ったんだけど、ちょっと落ち着いて見てみるか。あ、違う、洗濯機じゃないのか。洗濯桶、一つ故障中。桶ってこれのこと？これバスタブでは。さて、捕まったらなんか多分ゲームオーバーだったんだろうけれど、家族が出てきたな。ローゼマリーの父親、母親と妹のミモザか。妹は本編時には名前も出てこなかったけど、一家離散か、それとも全員殺されてしまったか、よくわかんないな。あと刑事さんとかも含めて、何かがおったような、おらんかったような、誰かいるの？おらんか。さて、鍵は開いておると。さて、これわからんね。マップは、あ、埋められてたりとかそういうこともないのか。いや、悩ましいね。マップがどのぐらい広いかなんだけど。まあまあ、ちょっとずつとりあえず探索していきますか。で、なんかアイテムがあった時はペカッとしてそうだから、そこら辺ガチガチやる必要はないかな。塞がれて通ることができない。おお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 、扉なのかこれ。さて、こっちは、なんだ？これなんだろう？羽橋か。レールがある。回せそうだが、持ち手が壊れている。あー、レバー、なんかクランクみたいなのが必要なのかな。これは通れないか。向こう側に渡りたいが、このままでは通れそうにない。水を抜くか、もしくはこっちに行くかだな。でも下、行けそうだよな。これ多分階段だよな。まあ、とりあえず一旦はいいや。上もなんもなし。左クリア。よしよし、いい感じ、いい感じ。さて、こっちはパオーンって言わないね。扉入るか？まあ、手前から全部見るか。鍵がかかってる。第一倉庫と書いてある。第一倉庫。なるほど。じゃあ、第108倉庫ぐらいまであるのか。第二倉庫。さて、今んとこまだマップは覚えられてるが、あれは、その角度から見えてるっていうことはないよな。もともとそこにあると分かっていると見るべきか。熊のぬいぐるみだね。向こう側に何か落ちている。熊のぬいぐるみのようだ。まだカッターもハサミも手に入ってねえんだが、アインス、お知り合いでございますか。そんなところにいたんだ。手を伸ばしてみても届かない。待ってて、必ず助けてあげる。持っている鉄パイプでは引っ掛けることができない。他に取る手段はないだろうか。マジックハンドみたいなもの、もしくはここに持ってきて木箱を乗り越えるとかかな。とりあえず探索はもう全部したと思ったんだが、第三倉庫と書いてある。あ、ここ入れんの？あー、入れて、なるほど。ちょっと明確に色の違う木箱がありますな。これは罪にはまあ多分ならないとは思うんだけど、多分マップ移動でなんとかなるし、下はあれ押せるよな。押せるね。じゃあこれを、ああ、いける。オッケー。ちょろいぜ。あ、なんぞ。あれ？ペカってなかったよな、さっきな。近づいたら出てくるのかな。樽の上に何かある。フックだ。何かに、お！フック船長。これでピーターパンごっこできるな。よく来たな、ピーターパン。私はフック船長役がいいっす。もしくはフック船長じゃないや、フックショットみたいなことができるのか。あ、フックショットを作るのか。で、あの木箱を越えると。なるほど、実質ゼルダですね。キーボックスがある。数字を合わせると鍵が開く仕組みらしい。数字がわからないわ。まあ、そうだね。適当に打って、まあ3回間違えて完全ロックとだったら怖いからね。あれ、ロッカー。作業服がかけられている。おや？ポケットの中に何か入っている。第二倉庫だ。第二倉庫もあったね。やっぱ近づくとペカペカすんね。ボロボロのラジオがある。
かすかだか電波を拾っているようだ。では、お嬢さんは今も戻られていないんですね。ええ、そうです。また誘拐だって。かわいそう。お母様、気を脅さないで。犯人に何か一言。お願い、かわいいローゼマリーを返して。近所の湖付近で消息不明になったとされ、今回も誘拐時。私のこと探してる？ママ、助けて。風の音か。風が何か悪いものを運んできたようだな。あ、今やっぱなんか近づいてから光ったな。ちょっと待った。じゃあマップ入ってないかって言って判断は早いのか。針金月中。さっきの鉄パイプを合わせたら作れるかも。お、クラフトかい？拾ったものを組み合わせてみた。おー、手作りの引っ掛け棒ができた。なんか前作もあれだな。木の棒と、あとなんか斧の先だけで、なんか手作りのもの作ってたよな。てかさっきトニーと話してたところってあれだよな。例のなんだ、クローゼット。あの棚を斧でぶち破る部屋だよな。多分だけど。扉が開かない。ラジオまだペカってんな。もうラジオっていうかアマチュア無線みたいな感じだったよな。電波拾っちゃって。っていうか多分妄想なんじゃないかね、多分。なんか精神的に助けを求めていて、で、箱は戻っておらんと。これじゃあ固定されたかな。さて、第二倉庫に行くのもありだが、先に、クマちゃんを、引っ掛けてみっか。これで引っ掛けたところが悪くって綿が、綿かと思ったら鍵が。よかった。ずっとずっと探しなのよ。一緒に行きましょう。ぬいぐるみ、アインスを手に入れた。アインスゲチュー。アインスは説明は、あ、特にはない。なるほど。そういうパターン。これはなんかグラフィック持ってる、もしかしてクマちゃん。アインスを持ってんのかな。さっきこんなじゃなかったよな、多分な。ちょっと画面が暗くてよくわからなんだけれども。あ、やっぱ持ってる。第二倉庫、鍵もこれ自分で使わにはならんか。ああ、そうだね。なるほど。じゃあやっぱ探索は結構気張っていかないといけないな。適当は無理。で、今何もペカってないよね。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 重そうだが引きずれば運べそうだ。あ、運びますか。あ、アイテムとして手に入んじゃなくて、あ、引きずってる。配管しようとすれば本編の時にも、あれなんですよね、はしごをさ、運ぶみたいなものがあったんだけど、あの時と違って、しっかり引きずってる感あるね。向きが逆になってるから。でもカンテラはそっちを照らしてんだよな。器用なことするね。多分、アインスがやってんだろうね。で、これを、例の、あの水路のところに持っていくんだと思う。てか、他に持っていく場所なんかないもんな。無理。とりあえず、速度は遅いけれども、近くで足音がする。早くしないと。お、マジかーい。え、これ間に合うか？いや、余裕だな。だって、10秒もくれてるんだからね。15秒かな。結構セーブしてないから。あ、でもカウントダウンなくなったな。オッケー。板をかけた。かけたっていうか浮かべたっていうか、流されない。水流はな、あ、なんか結構パッパ渡るね。なるほど。レバーがある。動かしますか。レバーは何がどうなる。あー、排水か。水を抜くのね。戻れないな。戻れなくなっちゃった。とりあえずでもここを通って、あれ、羽橋は、あ、こっちか。これ道があるのか。さて、上に行けるようになっておるが、結局マップが今、失礼。なんかすげえ物音がしたんで、多分マイクオフにしてたと思う。
なんか来たけど、ここ1階か？水路は多分地下だよね。じゃあこれは今1階だけど全然わからん。外は雨が降っておりますな。ここだけ木の枝がぐらついてる。何かで切り落とそうだが、切り落とすためにはまさにチェーンソーか。引っ掛け棒じゃちょっと無理よね。ダメか。ノコギリ、チェーンソー、なぎなた、斧。鍵がかかってるようだ。水車小屋、水車小屋とな？水車小屋に来て、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 どうすんだ？割とこれで探索できるところってもう終わりな気すんだけど、悩ましいなぁ。何か落ちてる。ハンドルだ。何かに使えるだろうか。ハンドル、ああ、ゲッチュー。これで跳ね橋かな。こっちはいけないのか。あ、なるほど。カンテラで照らしてあげなきゃいけないんだ。アイテムを見つけるときって。なるほど。じゃあカンテラの光をまんべんなく当てるような気持ちで探索せにはならんか。オッケー。とりあえずもう一回水を張って、これで、これ跳ね橋のレバーでいいのかな？さっきのレバーの見た目、構造だとなんか回せそうになかったんだが、クランクハンドル。これ回すの結構力必要だろうけど、やっぱフィジカル的には強いか。アインスを持ちながらも OK と。椅子を動かした。あ、なるほど。こっちからならいけるなぁと思ったんだけど、そういうことね。あおまたなんか、ネズミが走っておったような、おらんかったような。リューグネリン。ああ、縫製工場。地下の、あ、ここは地下なのね。メニューのマップから地図を確認できます。マップ。地下、今ここは地下ね。さっきのとこが水路だから、ここは、ボイラー室のちょい下ってところかな。覚えきれっかね。あ、この椅子の構造は向こうから来てだな。ちょっとずつショートカットを開通していく感じかな。下が確か階段ってあったよな。うん、今はいけないっぽいか。ボイラー室には、入れっか。ボイラーか。ガラスの瓶の中に誰かが書いたメモが入っている。助けて。あいつが、来る。私より前にさらわれた子、みんな殺された。私も殺されちゃうの。そんなのは、絶対嫌。ママたちに、会いたい。絶対にここから、逃げてやる。このメモは、前に誘拐された子の、やっぱり誘拐されたのは殺されてるのか。なんか、手術とかの、おっと。ガラスの瓶が倒れてしまった。誘拐犯、かね。他の理由があるのか。まあ、どっちにせよダメだけど、誰か来る。また隠れにはならんか。助けて。誰でもいいから、助けて。一人ぼっちは、もう怖いの。Hide. え？Hide. どこかに隠れて、見つかる前に。ちょっと、BGM も相まって、怖いんだけど。なんでアインスが喋って、やっぱり妄想なんかね、さっきのラジオしかり。いいから、今はとにかく隠れて。味方と見て、いいかな？OK。ただ隠れるつってものはどこだ？もう来てる。まずは扉を塞いで。なんとか時間稼ぎをして。え？扉を塞いでって、どういうことよ。とりあえず、まだあ、ロッカーがあるな。ロッカーがあるけど？え、これ選択式なん？あ、キャンセルできる。メモがある。とりあえず、一旦は、あれか、様子見かな？すまん、今回のローゼマリー。ボイラー室ロッカー。真ん中以外は鍵が壊れているため、現在、
鍵の交換を申請中。だ真ん中に入って、鍵をかけりゃいいのか？まあ、今回はダメなんだけど。これ、ちょっと隠れるのは無理かな。それで一旦隠れてみようか。ダメだよ。あいつがここに入ってきてる。そうだね。じゃあ、撃退せねば。ならんか。いいぜ。かかってこいよ。扉を塞いで、ああ、これね。扉の前を塞いだ。次は隠れて。これってじゃあカウントダウン終わっても実はあいつ入ってこらんないとか。ここでやりかえ？箱を私も押していりゃ完璧に、盤石になるのでは。ちょっと待ってみるか。何の意味もなかったね。まずは扉を塞いで、次はロッカーの真ん中へ。もう、大丈夫そうだよ。ねえ、それでどうしてアインスが喋っているの？アインス？ああ、アインス。この子か。アインスじゃなかったら、あなた誰なのよ。まあいいじゃない。神様のいたずら、みたいなもんだよ。幽霊、ってこと？まあ、そんなもんかな。もしかしてさっきの手紙って、手紙で犠牲になった子が憑依した。あ、そういえばなんか半透明っぽい人ついてきてましたね。あなたがピンチそうだったから出てきちゃったんだよ。まあ、つまるところ、これがオーバーソウルと。出てきちゃったって。心霊現象では。それで、あなたの名前は？ローゼマリー。ファーストネームは？ファーストネーム？なんでそんなこと？いいから教えて。アーレンス。そう。で、ローズマリーはなんでここにいるの？誘拐？されて。曖昧だなぁ。わかんないけど、気づいたら眠ってたのよ。でも現に追われてる。うん。早く。見つかる前に抜け出さなくっちゃ。でもあなたが一緒にいてくれるだけで安心する。行きましょう。アインスは、アインスかっこ仮は、ローゼマリーのことをなんだか知ってる模様。あれ？鍵がかかってる。やられたね。他に出る方法探さないと。そういえば奥にダクトがあったわ。またあそこ通らないといけないの？ダクトでごわすか。これはなんだ？アインスの中の人はあれかね、ローゼマリーが次に誘拐するぞみたいな誘拐犯の何かを聞いたとかなのかな。登れそうね。ダクトに入りましょうか。あれ？さっきの半透明の人、てっきりアインスの中に入ってんのかなと思ったんだけど、今いたな。別枠なのか。ここに連れて来られたこと、本当に覚えてないの？うん。頭が痛かったから、どこかでぶつけたのかもって思ったんだけど、覚えてなくて。薬みたいなもので、意識がなくなった？わかんねえ。わかんねえか。ダクトの中を通って参りますと、それまでは、どうしてたの？湖に行ったの。家族で。家族で。お父さんはいないけど、お母さんと、まあ、妹。妹。どうしたの？いや、うん。なんか、意味ありげなこと言うな。てか、重いのか、流暢に喋るな、このクマ。引き裂くのは最後にしてやる。ねえ、さっきからなんでそんなに私のこと聞いてくるの？あなた。え？うん。なんでもない。まあ、今はいいんじゃないか？
でもアインスはこっちのこと詮索してくるけど、こっちが詮索しちゃいけないっていうことはないよな。ちょっと不公平だぜ。まったく。アーレンス家に聞き込みに来たら、もうマスコミが群がっているな。隙を見て調査しないと。なるほど。というわけで、おっさんパートになりました。レッター、刑事っつったっけ？警察の人だよな。大勢の報道陣の前でも、毅然と話している。では、一瞬の出来事だったと？ええ。それまでは妹とずっと遊んでいましたから。お母様は深夜も寝ずにずっと探しているのだとか。ええ。娘は今も私の助けを待っていますから。ご立派ですわ。犯人に届くよう何かメッセージを。お金ならいくらでも用意します。だからお願い。どうか私の可愛い娘を返して。しばらく話しかけることは困難なようだ。さて、本当に娘を心配しているのかどうか、ちょっとわかりかねるなぁ。でも闇はありそうっつってたよな。まあ、この刑事の長年の勘でね。アーレンさん。あ、はい、刑事さん。あれから2日経ちましたが、未だに犯人からの要求がないんですよ。そうですね。犯人は何がしたいのか。お金なら、いつでも用意はしてるんです。失礼ですが、事件当時のことを詳しく教えてくれますか？まさか、私を疑っているんですか？いえいえ、形式上ですよ。あの日家族で湖に行く予定だったんですが、私は途中で仕事が入ってしまったんです。それから家族離れ、私がいなくても楽しそうにやっていたみたいですよ。なぜこんなことになったのか。なぜこんなことに。あ、なぜこんなことになったのかポットになってしまった。丸々と肉付きの良い自分が映し出されている。そうだね、いいもん食ってそうだね、刑事。詮索されたくないと。さて、あとは妹に話を聞くかい？マスコミに余計な詮索をされたくないのだろうか。今より少し若い姿の両親と可愛らしい姉妹が写った家族写真が飾られている。まあ、いいとこのお嬢様って話だし、少し空いている。妹、ミモザの部屋、かな？ベッドとかないな。寝室は隣で、全員揃ってかな。綺麗な花だね。これはガーベラかな？ガーベラを一本抜き取る。ガーベラの匂いを、くんかくんかする？うん。何の運なの？ガーベラかな？あ、ガーベラかなに対しての運なのか。あれ、一本抜き取ったらアイテムとして入手は。可愛らしい絵本がいっぱいあるね。絵本は好きかな？あ、選択肢。絵本を取って開いてみる。絵本のタイトルを読み上げる。この刑事は一体何をしてるんだろう。可愛らしいぬいぐるみだね。お姉さんも持っていたそうだが。あ、いいんすか。ぬいぐるみに、これ触るのは絶対ダメだよね。うん。持っていたそうだが、うん。あ、なんのこっちゃ。ミモザちゃん、だね。大丈夫、怖がらないで。お姉さんのことを聞きたいんだが。参ったな。どうにかして心を開けないだろうか。レッダーさん、いや、まぁ、ちょっとこわもてだもんね、このナイスガイ。心を開くための、さっきのあれなのか？ガーベラ。ここもないんだよな。ここは？さっきは絵本のタイトル、あ、なんか違うな。表紙を褒める。内容を褒める。これで心開かせんのか？どういうこと？表紙でいいか。内容って多分、触らないとダメなんだろうな。あ、ダメだ。お気に召さないようで。絵本を取って開いてみる。それ、好きなの。お姉ちゃん、どこにいるの？あ、心開いたのでは。それはまだわからないんだ。被害者のさらわれた周辺からして、リューグネリンの街の中だとは思うんだが。お姉さんとは仲いいの？うん。でもお姉ちゃん、いつも私を置いてどっか行っちゃうんだ。
あの時も。君には辛いことを聞くかもしれないが、最後に一緒にいたのは君だね。お姉ちゃんを助けたい。刑事さん、私も一緒に探させて。参ったな。私ならお姉ちゃんのこと何でも知ってるの。熊のぬいぐるみのアインスのことも。君ならお姉さんのことを探し出せるかもしれない。でもこれはお遊びじゃないんだ。お姉さんのことを話してほしい。どんなことでもいいから。私、いたの。え？お姉ちゃんがさらわれた時、ちゃんと見たわけじゃないけど。犯人を見たのか？顔は見てない。でも、大きくて。私のような体格だったかい？刑事さんほど太ってな。あ。いや、いいんだ。よく同僚にも、クマさんなんてあだ名で呼ばれているよ。ふふ、クマさんって、おじさん、可愛らしいのね。あ、ごめんなさい。コートを着ていたから、男か女かは、わからなかったわ。そうか、ありがとう。それだけでも、お姉さんを見つける手がかりになるよ。おっと、いきなりセーブを求められてる。これは、またいきなり逃げイベントか。しかしなんだか、あれだな。はっきりと物を言うというか、気も利く、なんか賢そうな妹さんだね。ダクトには戻れない。戻れない。ここは何ぞ？向こう側に行くには飛び越えるしかなさそうだ。真下には危険な薬品が入った。え、嘘。落ちたら死んでしまうかもしれない。え、橋とかでも、ないよな。この上から、この木箱自体に降りるとかは危ないか。飛び降りちゃダメだよ。飛び降りたら死ぬんだって。飛び込んで、あ、違う。QT。急に来たね。真下には毒々しい、お、見えるか、あ、危ねえ。え、難易度普通ってこんなギリギリなんだ。パッとわかんねえんだよな。QT マジでくっそ苦手だからな、私な。さて、ああ、これはしごがあるのか。はしごを降りて、鍵が開けられそうですわ。ここは、もしかして、あ、今のなんだっけ、第一倉庫とかかな。ああ、そうだな、ここ洗濯機あるとこだ。第一倉庫に来て、次、どこに行きゃいいんだ？ここの奥側にね、あそこにはしごがあるんだよね。ここなんか下をうまく通って行けたりは、しないか。しないね。他ないもんね。この牙、ああ、動かす。ちょっとわざと間違えてみましたが。いや、ほんと、わざとなんですよ。別にゲームオーバーってわけじゃないか。いや、木箱押すの失敗したからってゲームオーバーはさすがにないよな。いけるね。下通れるね。オッケー。まあ、ある程度予想通りではあったか。これは、左に書いたな。なんとなく傾向をつかんだかもしれん。QT、ちょろいね。でもセーブはしておこう。別に何かに追われるってことはなかったな。ここは、なんだ。ここも倉庫かな。とりあえず、ランタン、カンテラで物をしっかり照らすように。ブレーカーがある。落ちている。あ、ブレーカー、ちょっと待って。ちょっとお待ち。作業員のメモが貼ってある。ブレーカーが落ちたときは、地下水路経由で水車小屋の発電室に行き、動作を確認すること。水車小屋の鍵は警備室のキーボックスで管理。なるほど。水車小屋って水路の先。なんか雨降ってたとこの先になんかあったよな。あそこ水車小屋だったっけ？ちょっと覚えてないわ。キーボックスはさっき開かなかったとこだよな、きっとな。あそこ警備室なのか。あの、ラジオ置いてあったとこだな。ここは扉。あ、扉だ。じゃあ、ブレーカーちょっと触ってみるか。ああ、電気が通ってない。まあまあ、案の定かな。どこかに電気を通す場所があるのかな。
電気を通す場所。さて、ここは地下ではないよな。マップを見ても上になんか道あんな。下もこれ、いけるか。なるほど。どうしよう。上から攻めるか。格子状の窓ははめ殺しになっていて、開かないと。そういえばさっき、地下水路抜けた先とか外に出られたんだったら、あそこから脱出するのもありだったのではってちょっと思うんだけど、まあ、傘もないしな。森出てくのはちょっと怖いよね。一階か。今、ここは、どこだ？あ、でも電力室ってあるな。じゃあ、電力室なのか。マップを記録した。あ、オッケー。マップに入った。で、あ、この構造だ。じゃあ、左から来るんだな。左から来る。オッケー。今出てきたのがここだったよな。電力室だと思う。だとすると、今はコンベア室、警備室、あれ？警備室って鍵があるとこだよな。じゃあ、ここ、あ、これは動かせるね、きっとね。ああ、動かせる。開けて、もう一回ラジオ聞いてみる？聞こえないか。ここのキーボックスから鍵を手に入れて、水車小屋だっけ？数字はわかんないんだよね。まだその数字は見つかっておらんと。まだ探索をし直す必要はないか。ここなんか壁めっちゃ壊れそうだな、これ。爆弾とか、メガトンハンマーとか手に入ったら開けに来るか。扉は固く閉ざされている。どうやら向こう側から鍵がかけられているようだ。鍵がかかっ、あ、こっち行けるな。先ちょっとこちら側から。マップ的には、今は、あ、今鍵かかってたとこがコンベア室か。左は資料室と実験室。で、さっき下の方は、集積所と階段か。階段で地下に行くか、それとも2階に行くかとかかな。あ、資料室入れんね。資料室は重要そうだぞ。雨が降ってる。雨、ロッカーは、あー、ピカってる。ペカ。作業員のメモ。警備お疲れ様です。最近工場内で窃盗が多発しているようで、工場長からキーボックスの番号を定期的に変更するようにとのことです。新しい番号に変更したので確認をお願いします。574。あ、しまった。近くにメモ帳がない。メモ帳がないときは、うなれ！オッケー。てかまあ、スマホのメモ機能でも別にいいのだが。ちなみに2階の切り替えスイッチも配置をメモしたので置いておきます。確認したい廃棄してください。それは？メモを配置、切り替えスイッチってでも何残った？まあ、いいか。真っ白な紙が置いてある。何かが書かれていた跡が見えるがよくわからない。消したんか？消し込むか？この上に何か書かれた紙があったのかも。跡が残っているけど、何が書いてあるんだろう。何が、なんだ。なんだ、仮面。ボロボロの資料がある。リューグネリン第三工場の歩み。1897年、工業化を推進する国策のもと、民従繊維工場として開業。1923年、良質な綿製品を大量生産し、業績は最盛期を迎える。そっから15年後か、国家総動員法のもと、政府が徴収し、軍需工業となり、化学兵器の生産を開始する。1945年、敗戦を受け、化学兵器の生産を停止、閉業。で、そこから、いや、まあ、廃墟っぽい何かだなとは思っていたんだけれども、立て壊されずに、そこが、まあ、誘拐犯がうまく使っておると。ボロボロの資料。緊急時の避難について。工場内で火災や爆発事故が起きた際は、ゴミ集積場のガレージから避難するように。2階の梁は、機械点検用であるため、避難経路として使うのは非常に危険。関係者でも特に用のない場合は絶対に立ち入らないようにすること。これは重要かな。ゴミ集積場から避難する。OK。で、2階の梁は機械点検用。その梁ってのは何なのかよくわかんないけど、どういう状況なんだ。まあ、絶対に使うなって言われてるから、どっかで使うんだろうな。
さて、キーボックスを開けに行く。上なんか、あ、ペーカってるー。ペーカってんねー。いけねえか。上は何室っつったっけ？実験室か。ああ、そっか、もともとなんか化学兵器がうんっつってたから、そういうのの実験か。キーボックス前に下行くか。下。2階って書いてあんね。これは有刺鉄線。通れない。なんとか通る手段はないだろうか。まあ、手榴弾とかが見つかったら、それで、有刺鉄線なんとかすることはできるかな。下に行く。こっちはゴミ集積場。だから避難経路か。ここは地下に行ける。地下。あ、てかマップって今いるところが、パッと表示されるんだな。物置。こっちに行くとボイラー室か。これって、ああ、ショートカット開通。オッケー。とりあえず行ける範囲をちょっとずつだな。この木箱の裏とかではないか。ここは、鍵がかかっている。ここは、あ、物置だ。物置。で、ここはさっきアインスがあった場所。アインスがあった近くに物置か。物置に一旦来たのか？なんか誘拐犯とかがなんか熊のぬいぐるみが邪魔だとかってあんな放り投げるとは思えないんだよな。わからん。まあ、とにかくキーボックスを開けに行ってみるか。幸い、警備室はそこそこ近く。パスワードは、5なし。こなし。これ入力するタイプ？ああ、名探偵こなし。キーボックスが開いた。キーボックスを開いたけど、ゴミ集積場の鍵を手に入れた。ああ、水車小屋も手に入った。必要な鍵は、取った。他は必要ねえ。邪魔になるだけだからな。よし、じゃあセーブ8。ナイスセーブで。水車小屋の前にゴミ集積場のが近いから、こっち先に行くか。さて、鍵を使って。だからそんなことをしていてもだな。そんなこと言ったって手段は選べないのよ。あなただって結局周りの目が気になるだけじゃない。だいたいあなたが仕事ばっかりだった。だからあの子が。お前。あ。すみません。ノックはしたんですがね。失礼。奥さん大丈夫ですか？ここのところメディアの露出で疲れているのでは？夜もどこかへ外出されていますね。娘さんを探しに？あなたもあの人と一緒なの？え？どうせ不幸な私たちの状態に興味本位で群がっているだけなんでしょう。それでも私は娘を助けるためならと思ったのよ。だけどそんなことをしても見つからない。どんどん時間が経過していくの。もう心が持たないわ。そしてあの人はそんな私を非難するの。非難だなんて。今は娘さんを探すことの方が先決でしょう。だったらねえレッターさん、早くあの子を見つけてよ。警察の仕事でしょ。いつまで経っても見つからないから私がこうして。それは、すみません。全力で捜査中なのですが。ええ、ええ、わかっているわ。あなたも寝ずに探してくださってること。ごめんなさいね。きつく当たったりして。いえ、ご心労お察しします。でもね、レッターさん。これだけはわかるの。もう家族が一つになることはないわ。母親に関してはマジで心配してそうだな。おやすさんはよくわからん。まあいわゆるとこの仕事人間っぽい感じだからな。気弱だけど。妹は当然ローゼマリーのことは好きだけど、
ローゼマリーが妹のことをどう思ってんのかわかんないな。まあきっといろいろ限界なんだろうな。うっ、すごい匂い。ガレージだけどゴミがいっぱいあるね。あ、もしかしてやっぱり向こうにシャッターがある。あそこから出られるかも。え、本当に出られるの？避難経路だからこっからどっかなんとかやって穴がペカってね。待って、先にシャッターの方調べよう。なんとシャッターを調べると、こんな命令受けねえよ。熊ごときの話聞いてられっか。床板が、そうだ、身を隠すくらいのスペースがある。なるほどなるほどなるほど。じゃあここに隠れるんだな。シャッターが少しだけ開いてる。もしかしたら出られるかも。ダメよ、狭いわ。これ以上上がらなそうだし。子供でも無理か。残念だけど他に出口がないか探すしか。出口か。ここが？別に通路ではないか。工具が山積みになってる。あ、ニッパーっぽい形状ではないような気もするけど。あ、でも先端に切れんのか。じゃあこれで有刺鉄線を。なんかすごく無難に有刺鉄線切るアイテム手に入ったな。また、あいつが。おー、ステルス始まるぞ。そして、意外とでかいぞ、アインス。どうしよう。ローゼマリー、しっかりして。また、どこかに隠れないと。また隠れるの？隠れる場所を探して、早く。もう隠れるのは、飽きたな。もう倒せばいいんじゃないか？どこか隠れる場所を。隠れる場所は、溢れておると。まあ床しかないか。しまった。どうしよう。うまく避けて、かわすしかない。え、避けるって？あ、いきなり来るやん。あぶねえ、これ助かった。あ、まだ来るやん。うわ、助からない。すげえ集中しろ、すげえ集中しろ、すげえ集中しろ。その調子。いや、もう、めちゃくちゃ難しいんだけど。意外と余裕ないんだ、マジで。危ない、危ない、エブリナイト。オッケー。捕まったら、おお。間一髪。今だ、来た道から逃げよう。犯人は、転んだんか。狩りを、楽しんで、いるのか。あー、オッケー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 。よくやったよ。急に来たもんね、ほんとにね。いや、QT、ほんとに当て。戻ったら捕まっちまうから、どうしよう、水車小屋行く？いや、手前からで行くか。先にニッパーで。ガツンと、ガリッと、コリッと、美味しいスコーン。さて、2階にやってきました。2階のマップを早速ゲット。リュウグネリン製法製場。2階のマップを記録しました。ここが、コンベア室だね。鉄でできた扉だ。危険、重要関係者以外立ち入り禁止と書かれている。さらに木の板が頑丈にネジで固定してある。とても割ったり切ったりはできなそうだ。なるほど。じゃあ、これは、まあ、バールか何か、ネジだから普通にドライバーか何かでいいのかな。仮眠室、工場長室、工場長とか行きたくねえな。先にじゃあこっち行くか。扉は固く閉ざされている。食堂と書かれている。食堂ですか。薬品室、何かスイッチのようなものがあるが、電気が通ってないね。電気がないとここは開かないの？確か1階にブレーカーがあったよね。でもブレーカーが落ちていたような。じゃあ手順としては水車小屋に行って、まあ、発電させてからブレーカーを上げるって感じか。まあ、とりあえず。ババーン。また、来る。奥へ行こう。あ、セーブはできない。ただ、足は速いけど、かなりランダム移動するな。も
も目見えてないのでは。ああ、まだ追ってきてるんか。手前から。諦めの判断が早い。大丈夫。他の場所に行ったよ。ローゼマリー？ここなら少し休めるよ。うん。事件のプロファイリングしたエリアから人の出入りのない廃墟や建物を調べ回ってきたが、ここが外れると一からまた洗い出さなければならん。当たってくれよ。ん？おい、君。しまった、あの子がついてくるなんて。クソ、私の体では狭くて入らん。他に道を探さないと。ちょっとレッダーさん、失態じゃない？ミモザが来ちゃったか。もう疲れちゃった。諦めちゃダメだよ。うん。でもちょっと、休ませて。大丈夫かな？あ、お腹空いちゃった。食べるものなんて、ここにはないよ。あ、そうだ。ポケットに入れてたんだ、エイヒレ。クッキー？そんなものポケットに入れてるなんて。何を、食いしん坊だって言いたいの？うん、そうじゃなくて。高級クッキーなのよ。いつもママが買ってきてくれるの。昨日こっそり隠しておいたの。ふう、ちょっと落ち着いたら眠くなっちゃった。寝ちゃダメだよ。わかってるわよ。ねえ、ローゼマリー。ん？ローゼマリーのパパとママ、探してくれてるのかな？もちろんよ。決まってるじゃない。どんな人？え？ローゼマリーのパパとママ、どんな人？お金持ちなの。パパは仕事で忙しいけど、優しいし、ママはすごくしっかりしていて、綺麗なのよ。いつも私たちのことを心配してくれてて。どうしたの？気になったんだ。さっきからずっと聞きたかったんだけど。どうして嘘ついてるの？ねえ、あの子すぐ嘘つくんだって。だってさ。嘘つきローゼマリー、嘘つきローゼマリー。違う、私嘘なんかついてない。じゃあ、さっきからなんで嘘ついてるの？全部知ってるんだよ。何のこと？どうしてこんなことに、心から愛していたのに。私が目を離したから、全部私のせいだって言いたいんでしょ？ママ。すべて終わりだ。もうこの家族の中で笑うことはできない。私はあの子が誘拐されたこともすぐ知らされなかった。パパ。お姉ちゃん、なんで帰ってきてくれないの？パパもママもずっと喧嘩してるの。お願い、一人ぼっちにしないで。ミモ、ザ。ローゼマリー。ローズマリー。え？よかった。寝ちゃダメだよ。いつあいつが来るかわからないんだから。私、寝ちゃってたの？うん。少し話しすぎたね。急ごう。うん。ねえ。なんで嘘ついてるって言ったの？え？ああ。
それ。クッキー、カビ生えてるから。あ。本当、だ。たまたまよ。たまたま、ね。まあ、ブルーチーズならぬブルークッキーみたいなもんだったのかもしれん。もしくは、梅雨明け前にと思ったけど、昨日っつったよな。そんな短期間でカビが生えるもんじゃないから。ああ、なんとも言えんな。で、妹に対してはやっぱなんか思うところがあるっぽいみたいな、そんな感じだったけど。鍵。食堂って書いてある。何か食べ物あるかも。行ってみよう。やってみよう。食堂は、すぐ左のとこだな。なんぞペカってて、雑巾。これもカビ生えてそうだな。汚そうな雑巾。で、椅子は、まあ移動されておると。何かに使えるだろうか。まあよくあるのは鏡の汚れを拭き取ったりとかだけど。工場長室。私が工場長です。工場長が誘拐してる。まあ、本編的に考えたらね。じゃあ、確かここが食堂だったと思うから、OK。食堂のカーギーで。開けました。食堂?随分と、随分な食堂ですな。ああ、まだいろいろペカッ。今のは、ネズではなく、ゴキの方ですね。あ、めっちゃアイテムある。アイテム?炭が入った袋が落ちてる。何かに使えるだろうか。持っていきましょうか。持っていこう、持って帰ろう。炭、ね。火起こしをするのか。それともさっきの何かが書いてあった、白い紙の上で使うのか。なんか跡が残ってるっつったもんな。昔鉛筆でやったよね。そういう暗号みたいなもん。糸の子。ああ、刑事ゲット。缶詰や貯蔵された食料が棚に並んでいる。こんなところに缶詰があるわ。缶切りナイフもある。ああ、美味しい。すごい勢いで食べたね。アイスも食べてみたら?って、ぬいぐるみは食べられないわよね。でもクマだから鮭ぐらい食うんじゃないか?それ食べても大丈夫なの?何よ、缶詰なんだから大丈夫よ。そんなの食べたことないわ。ないや。他にもないかしら。ローゼマリーはいつも何を食べているの?これは魚の缶詰ね。それから。ねえ。何よ、うるさいわね。いろいろよ。お金持ちっつってるから毎日いいもん食ってそうな気はするけど、家の中でどういう立場なんだ?母親を愛しているっつってるのは、そういうアピール、みたいなもんだけなのか?缶詰って言ったら、いやまあ、お金持ちが缶詰食べちゃダメとか当然言わんけれども、なんかイメージには確かに合わんよな。こんなにのんびりしてていいのかな?早く出ないとあいつが来るよ。こんな場所から早く逃げないと。うるさいな。ごめん。わかってるわよ。私だって早く逃げたいわよ。こんな場所から。ローゼマリー。う。ごめんね。大丈夫だよ。逃げたいのよ、あの人から。え?隣から聞こえる。うん。犯人を知っているのか?父親?母親?意外とレッダー刑事。でも刑事にしたらな、意味がわかんねえし、言動と一致しないんだよな。まあそれを言うなら両親もそうだし、ミモザもそうなんだけど、登場人物には出てないって考えるのも少々不自然だよな。隣。確かこっちから音聞こえてきたよね。固く閉ざされている。役員室か。なんかネズミが走って薬品の瓶でも割れた。それはそれで危険だな。スイッチのようなものもあると。で、ブレーカーがあるけど電気が通っておらんと。
さて、いろいろアイテムが手に入った糸の子で何か、もう有刺鉄線は切ったもんな。まあいろいろと見て回るか。あ、ちょっとこの隅だけ、確かすぐ下の階だったから、確認できるはずだよな。まあ私の推理が合ってるか間違ってるのかよくわからんけれども。まあ順当に考えれば、あ、でも何か魔法陣を書くとかそういう可能性もあるんだよな。確かここだ。あ、アインス。私とアインスの知能は同じぐらいだな、きっと。炭の入った袋を失った。何かが浮かび上がってきたようだ。あ、スイッチ、例のスイッチか。スイッチのメモ書きを手に入れた。メモ書きとな。2×5 の、なんかなんだけど、これはなんだ?なんだろうね。なんかよくわからんけれども、とりあえず、今度こそ、水車小屋に行ってみるかね。ね、アイス。来る途中思い出したけど、糸の子ここじゃんね。これで切り落とせるかな?ちょっと力がいるかもしれないね。大丈夫、ローゼマリー、腕力は結構ありそうだからな。切れないわ。何度か繰り返してみて。諦めんなよ。おお、いきなり来るじゃん。くそー、間に合わんかった。縮小、私ではダメなのか。ただ、失敗でゲームオーバーってことはないから、失敗して枝が飛んできて、それが刺さって、ゲームオーバー、それはない。その調子。あ、まだ続く。何回?だいたい3回ぐらいだと私は思ってんだけど、もう少し。切れた。やった。手がボロボロだわ。大丈夫?あざができてるよ。これ、持っていきましょう。持っていく持って帰ろう。木の枝。長い木の枝。なるほど。鉄パイプ以上になんかあるのか。長い棒代わりにできそうだが、ちょっと用途がわかんないですね。水車小屋ここだね。水車小屋の鍵で開けますわ。おお、立派な水車じゃないの。これは?この水車回したら電気が通るかも。あれ、何か挟まってる。え?人が挟まってる。ローゼマリー、落ち着いて。これはマネキンだよ。なんでマネキンがこんなところに?繊維工場だっけ?もともと洋服を作る工場だったんだよ。これを取り出せば、水車は動くの?作った引っ掛け棒で取れないかな?無理よ。届かないわ。もう少し、長い棒が必要だね。長い棒。あるよ。よし、やってみて。うん。こっ。引っかかっていたマネキンは流れていった。あ、水流やっぱあるんすか?一緒に流れ、ああ、長い木の枝。これでレバー切り替えられるかな?レバー?あのレバー、あ、これか。水車が回った。水車。水力でこの工場ってすべて電力賄ってんのかな?すげえ省エネ。で、あと次はブレーカーか。電気が通ったみたい。これで2階の扉が開ける。ちょ、待てよ、ローゼマリー。え?あの扉スイッチみたいなものがあったよ。もしかしたら電気が通っただけでロックがかかってるかも。まだ入れないの?わからない。とにかく一回見に行こう。見に行きましょう。そう。見に行ってスイッチが一体どんなもんなのかって見てみないと、あのヒントもうまく活用できないのよね。あー、スイッチ。あの黒いやつを、これ、どっちが黒だ?まあまあ、いっか、当てずっぽうじゃ開かない。諦めないで、もう少し、
ゴールは近づいてる。スイッチのメモ書き。メモ書き。ちょっとこれ、向きもそもそもわかんねえんだよな。まあ、とりあえず一旦撮ってみっけど、じゃあ、このとりあえず、画像を見ながら書いてやってみるか。ここ、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 ここ。違う。違うね。じゃあ次は、押したとこが白になると仮定して、あ、そういうこと。黒ポチンところを押してはいけないなのか。施錠が解除された。やった。で、薬品室、窓が割れてる。じゃあさっきのパリンっていうのは、窓か。あ、刑事入ってきたんか。まあ、それもちょっと実は納得がいかないんだけど、あちらこちらに散乱している。散乱か。薬品が並んでおる。よくわからんわ。下手に触らない方がいいね。まあ、それが無難だと思う。でーん。窓が割られてる。こっから誰かが。きっと、あいつだよ。あれ、でもそれじゃ変だよ。え？だってさっきまであいつ、中にいたのに。うん。ねえ、こっから降りられないかな？でもここ、2階だよ。すごく高い。それに使ったはしごが倒れてるみたい。大人なら降りられるかもしれないけど。落ちたら怪我しそうだね。軽い怪我じゃ済まないかも。そうね。こっから降りられたとしたって、私は。まあ危ないわな。他を探そう。で、カーテンがなびいてる。これも細かいね。素晴らしい。っていうかあれ？さっきレッタ刑事いた時って日中だったよな。あのミモザがシャッターの隙間から入った時。あれから時間経ってんのかな？今はどう考えても夜だよな。あと雨降ってたっけ？刑事の時。よくわからんな。もう数日前の出来事とか、そういった可能性はなくもないか。蓋が開いておる。薬品で、動物のミイラだろうか。ああ、実験動物は結局解放もされずにって感じか。えぐいね。薬品があちらこちらに散乱しておると、塩酸とか硫酸で溶かしたりとか、薬品を混ぜ。難しい言葉ばかりで読めないね。何か関係あるのかな？アインスはどのぐらいまで字読めんのかな？扉がこじ開けられている。さ、なんかいる。なんかいる。後回しですね。今はまだバレてないから。ドライバーゲッチュー。専属ドライバーゲット。セーブしておこっか。さて、後ろは、大丈夫。あー、でも、これ行くしかねえんか？カンテナの光消して、一発で、隠れて。ダメ。一旦どこかに隠れて、隠れろっとってな。別に他に場所は。こっちからも誰が来る？来る。きっと。一人じゃない？ドラゴンボール GT。どうしよう。戻っても仕方ない。行ってみよう。やってみよう。あいつが行った方向に玄関があるはず。怖いわ。大丈夫。ローゼマリーは一人じゃないよ。見つからないように気をつけていこう。え、こっちから来たって、あ、箱が取り除かれてる。ここ一階だよな。怪力の持ち主か。誰だ？刑事が第一候補なんだけど、じゃあどっちなんだ？追ってきてたのはどっちで、窓から入ってきたのはどっちなんだ？いや違う、窓から入ってきたのは刑事か。ここ、椅子を動かした。ここはどこに繋がってんだ？実験室の方から来たから、
ああ、そこ玄関の前か。動力室のとこに繋がったのね。玄関で、あれ、この下はコンベア室か。コンベア室は、待って、玄関は反対側だよ。あ、玄関に行けって。だ、どうせ開いてないでしょ。ほら。この先は玄関だが、開かない。ここまで来たのに。しょうがないよ。どこか別のところを探すしかない。そんな。探すしか、な。な、え、な、入ってんの。鍵がかかっておる。とりあえずちょっと、とりあえずちょっと後回しにしときましょうか。なんかペカるのがあるかもしんないし。あ、なんもないな。何もないですね。平和だな、この部屋は。待って、誰か倒れてる。触れるのわざわざ。倒れてる。まさか、殺人鬼。でもどうして倒れてるの？わかんないよ。あれ、この人どこかで見たことあるような。え、でもなんで？隣に何か落ちている。手帳をゲッチュ。工場長室の、ああ、この人が工場長です。うう、生きてる。どうしよう。こっち来る。殺人鬼は別にいるってこと？ひとまず隠れないと。この人は、しょうがないよ。運べない。ああ、見殺しに。10秒しかない。ひとまず隠れて。隠れるですか？ロッカーがあったわに。鍵がかかっとるわに。もう大丈夫そう。あの人、どこかに連れて行かれちゃった。とにかく今は出ることだけを考えよう。うん。あの人、どうなっちゃうんだろう。わからないけど、今見つかったらローゼマリーも危ないよ。うん。あいつはあの倒れた人を運んでるから、今のうちまだ行っていない場所を探そう。まあ、工場長室かな。さっきの倒れていた人は、まあきっとしまわれちゃうんだろうね。倒れてる人は、しまっちゃおうね。工場長室の鍵もあるけど、ここネジだからドライバーでなんとか。結局誰の手帳なんだろう。使えねえのか。なんでこれが使えないんだろう。今中見てもしょうがないってことか。ああ、外れた。ネジは錆びてなかったね。関係者以外立ち入り禁止と書かれている。まだか、あ、鍵もかけてんのか。随分厳重だな。ここは何の部屋だったっけ。ちょっと覚えてないんだよな。コンベア室。あ、ここもコンベア室なんだ。コンビーフの鍵はないね。まあ上行くしかないか。コンビーフの缶を開けるあの鍵っぽいあれ、すげえ昔から憧れてんだけど、結局未だに使ったことないな。工場長室と書かれている。あ、食堂に実は缶詰あるんじゃないか。私ね、昨日また缶詰でね、指切っちゃったんだよね。食うたびに指切るわ、缶詰。でもローゼマリーは指を切ることもないと。強いな、ローゼマリーは。この薄汚れた手紙め。書き殴られたような文字が読み取れる。金庫、植木鉢の下。なる、ほど。なる、ほど。金庫、ダイヤル式の金庫。回して数字を合わせればいいの？うん。でもダイヤル式だから数字を通り過ぎないよう気をつけてね。ダイヤル式。おぉ！おぉ！これ、右3、左4、右7、左4からの、なんとかみたいな、あれだよな。え、この方式はちょっと私、いろいろフリーゲームやってきましたけど、見たことがないな。凝ってんな。持ち上げてみますか。
植木鉢の下っつってな。ババーン。よう、2年ぶりだな。鉢の底には大量のウジ虫がいた。ひっ。ローズマリー、静かに。気持ち悪いけど、大丈夫そう。大丈夫じゃないんだよな。ウジ虫と土で汚れている。これを何かで拭き取る。拭き取んな。雑巾、山切ったね、雑巾もあるけど。底拭いて何とかなの？数字が現れてきた。あー。まんまだった。まんまですね。仕方ない。うなれ。オッケー。とりあえずうなっていただきました。なんか謎解きがなぁ。今のね、ウジ虫の画像はあれだよな。配管少女本編の時のトニーのいたずらか何かかな。引き出し開けたらね、あんなんがあったわ。さて、右6って1,2,3,4,5,6。まあ、これは合ってんだけど、左40の数字になるまでっていうことかな多分。うん。で、右に13まで通り過ぎないようにね。3回ミスると永久にロックがかかって自爆装置発動だから気をつけろ。これで開くと思う。開いた。さて、中には、おっと、金庫の中に鍵か。厳重だなぁ。もしかして、鉄、ああ、コンベア室のかな？さっきの板のところの。金じゃねえのか。銃でもないのか。よほど厳重に守っている。まあ、一旦セーブをするか。開いた。何？ここ。さっきの部屋の上だ。ここを渡れば。でもここ、すごく高い。それに足元がボロボロだよ。ローゼマリー、行くしかないよ。ここってあれか、避難経路で通らないでくださいって書いてあったところか。針、だよね。入った瞬間、これってもう、怖っ。おや？ここ通んの？どうやって？ダメだ。あいつが来る。逃げて、ローゼマリー。逃げるって言ったって。落ちたら死んじゃうよ。ああ、急に出てくるやん。セーブはできないよね。あ、でも、渡って、追いかけ、そう来るの？よし。逃げ切れましたね。追いかけてくるね。これはさすがに落ちたらゲームオーバーよね。ちょっと気になるのよね。キャさて、これはもう無理なのでは。どうしよう、もう先がない。あ。この下、玄関だ。玄関？鍵がかかってて行けなかったけど、ここを降りれば玄関に行ける。でも、すごく、高いわ。ここ2階だけど、高さで言ったら3階ぐらいあるね。でももう、他に道は。あ、来ないで。そんなに、私が憎いの？そんなに私を、殺したいの？キャー。ローズマリー、助けて。どうしよう。聞いて、ローズマリー。私を頭の後ろにクッション代わりにして。アインス、あなたを私と同じ目に合わせるわけにはいかないの。アインス。
やっぱりあなたは。大丈夫。お願い信じて。何？またそんな顔をして。やめて。独り言？気持ち悪いったらありゃしない。やめてってば。その顔を見るだけで、本当に虫唾が走るのよ。らないで。仕方なく育ってるのが、わからないの？もう喋らないで。間に合わなかったか。何？これ。ミモザちゃん、離れるんだ。お姉ちゃん。クソ、この子にこんな光景を見せるなんて。私がもっと早くたどり着いていれば、もう少し注意深くしていれば。お姉ちゃん、お姉ちゃん。4人目の被害者か。旧リューグネリン第三工場で女児の死体が発見された。被害者は後頭部を鈍器のようなもので殴られた跡があり、それが致命傷になったと思われる。死体発見現場は工場の玄関。第一発見者は被害者の妹だった。警察は、コンパン、モルポンの連続誘拐事件と関連があるか、急ぎ捜査する模様だ。4人の連続誘拐事件の犯人を拘束。事件は捕まったんか。容疑者の男は金持ちの子供を狙った。誰でもよかった。と動機を述べ、逮捕時も薄ら笑いを浮かべるなど、その態度には全く反省の色が見られない。でも、金目当てではなかったんだよな。アーレンス家を含めた遺族は、犯人に死刑を求める声を上げていたが、父親のヨハン・アーレンス氏が、直後に謎の失踪。その影響か、母親のリンダさんも精神病院に入院してしまった。ローゼマリーはでもここでは死んでるわけがないんだよな。暗い。このまま私も消えてしまえばいいのに。たとえ助かったって私に逃げる場所なんてない。だって誰も信じてくれないんだもの。あの人の正体。私がどんな目に遭ってるか、みんな信じてくれない。みんな知らんぷり。私は嘘つきなんだって。嘘なんかついてないのに、嘘なんか。ああ、そっか。これは私の物語だから、私の思い通りに作ったらいいんだ。こんな話嘘っぱち。だったら、喜んでなるわ。私は嘘つき、ローゼマリー。私は嘘つき、ローゼマリー。うう。私、生きてる。アインス。ねえ、あなたのおかげで、生きてるよ。ねえってば。アインス、返事して。いやよ、アインス、一人にしないで。もう、喋ってくれないの？あ。おか。ママ。助けに、来てくれたんだね、ママ。ありがとう。来てくれて大好きだよ。で、何が？結局どうなったんだよ。だからママが助けに来てくれたのよ。いや、殺人鬼のことだよ。ああ、嘘よ。え？
殺人鬼なんかいなかった。嘘よ、嘘。は？なんだよそれ。殺人鬼じゃなくてママだったってこと。じゃあアインスは？アインスね。ねえ、ん？ぬいぐるみが喋ると思う？はぁ、あ、結局得意のホラ話かよ。まったくお前ってやつは。トニーが退屈そうにしてたから面白くしてあげたのよ。ああ、真面目に聞いて損した。ローゼマリー、今日はアルノルト、アルノルト先生がいらっしゃってるわ。早く下にいらっしゃい。また診察？しょうがないわね。遅れないで。はーい。ああ、こっからまた操作ができる。サブリナさんも来たな。写真で一応見てはいたかな。ルノート先生が待ってるわ。早く行きなさい。あ、まあ、会いに行きましょうか。アルノート先生にね。今日の診察はお前から先だって。いつもめんどくせえよな。ローゼマリーの話はどこまでが、本当だったんだ。すべて嘘の可能性もあるけど、そうとも思えないんだよな。実際家族自体は、亡くなったのか離散したのかっていうのは真実だろうし。でもローゼマリーは、死んでいた。あ、わかんねえな。てか、レッダー刑事視点って、ああ、リリー。あの、私、今日からここに住むことになったの。名前はリリー。あなたは？私は。あれ、あいつなんか落としたぞ。写真？ああ、この写真ね。前に見せてもらったわ。ローゼマリーのお母さん、だそうよ。これが話に出てきた金持ちの母親ね。イメージと違うな。ミモザのご両親は誘拐事件の後、父親は謎の失踪、母親は精神病に。つまり、彼女は天涯孤独になってしまったのよ。いや、まあ、母親は一応存命ではあるのではと思うんだが、そして名前を改名したの。新しい家族に迎えられて、今はローゼマリーと名乗っているんですね。あ、え、ちょっと待って、どこまでが本当だ？ローゼマリーは死んだ？全部ホラー？くそわかんねえ。だけど一年後、再び誘拐事件があったの。え、彼女の姉が亡くなった。あの工場で。やっぱ亡くなってんな。いえ、でもあれは彼女が自ら行ったのかしら？はっきりとわからないのよ。なぜです？当初は誘拐事件として取り扱われたのよ。義理の母親も、インタビュー、助けに来たのは義理の母？どっちが義理なんだ？さっきの写真に出てきたのが義理の方か？それとも、今までの話に出てきた方が金持ちの方が義理か？あとで、いや、でもな、解明した？でも、発見時に彼女の横に血のついたナイフが落ちていた。さらにそこに刺されたと思われる母が。お？ミモザだな。ローゼマリーじゃないな。あ、くっそダメだ。混乱してて全然まとまりがつかん。何があったんです？わからない。わからないのよ。警察がどんなに聞いても。何も言わない。ただ、いつも決まって彼女はこう言うの。大好きなママが助けに来てくれたって。え、ミモ？いいえ。いいえ、ローゼマリーよ。私の名前はローゼマリー。嘘つきのローゼマリーよ。
おまけか。少しエンディング中に考えまとめたんだけど、本編中はローゼマリーと見せかけて、実は全部ミモザの話だったっていうことかな。だから本編は、ローゼマリー、本物のローゼマリーが誘拐された1年後の話。で、最終的に出てきたのは、やっぱ母親なのか、義理の母親が迎えに来て、でも今義理の母親はいないんだよな。でもだからってローゼマリー、まあ、ないしミモザがその義理の母親を殺した？血のついたナイフが落ちていたっつったよな。そこもどうにも消せない。おまけで何かわかるかな。確か規約では禁止とかではなかった。二周目のヒントですって。ある探偵？おっと、ここに来て新キャラ登場かい？まず、ここに記そうと思ったのは、もしかしたら私の命にも危険が及ぶかもしれないと思ったからだ。ヒント縦読み？ま、お、は、お、お。違うね。私は警察とは別に独自のルートで調査している。なぜなら、これは単なる誘拐事件ではないからだ。あの事件以来、私は彼女のことが心配でいた。私がもう少し注意深くいるべきだったのだ。そして彼女を取り巻く環境。そう、それが全ての元凶なのだ。彼女の周りでは、不審な死が多すぎる。彼女ってのはどれのことなんだ？ローゼマリー、ミモザ、母親、義理の母親。だがそれを証明する術はない。私は警察でも何でもない。ただの私立探偵だからだ。だから今から現場へ向かおうと思う。これは保険とでも言うべきか。何事もなく解決できれば、こんなメモなど破り捨てよう。だが、もしもこのメッセージを読んでいるのなら、どうか私の代わりに真相を掴んでほしい。ヒントっぽかったかい？ちょっと、わかんないな。まあ、とにかく2周目があるっつうことなんで、2周目、一旦始めてみますかね。おっと、いきなり分岐があるっぽいぞ。さっきの話って、エンド迎えた後、だからアルノルト医師の診察終わった後から続きとかなんかな。なあ。あ？さっきの話、なんかモヤモヤするんだよな。もう少し詳しく話してくれよ。何よ、ホラ話って言ってたじゃない。まあ、モヤモヤはしてるから聞きたくなる気持ちもわかるんだが、てかトニーの足ブラブラ可愛いね。気になるんだよ。肝心なところが聞けてない、みたいな。それにあの妹のミモザ、どうなったんだ？しょうがないわね。おまけよ、おまけ。お？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 なるほど、レインコートさんですね。なんかめっちゃ物食いそうな、そんな黄色いレインコートだが。これはどっちだ？運ばれ、両手で一本ずつ持てるか、どれを持っていこう。え、持っていこう、持って帰ろう。両手で一本ずつ持って、でどうすんの？とりあえずいいや。二つちょっと持ってみましょうか。アイテムとしては酸性が強い液体、殺菌やシミ抜き、漂白に効果を発揮する塩素系の、ああ、なるほど。酸性と塩素系。いや、これ毒ガス発生してしまいますな。さて、真実を語るのは、ミモザや、ローゼマリーではないのか。これ窓を破って入ってきた人だよな。レッター刑事かなと思ったんだが、ロープで塞がれているようだ。上から順番に外すそうだ。上から順に、ポンポン。ああ、いいね。ああ、連打ができる。で、ああ、上からってなるほど、そういうことか。まあ、順番に。
丁寧に外していけばいいと。ハッチが通れるようになった。だからここ開いてたのか。なるほど。まあ、ミモザ。いや、あれがミモザかどうかっていうのも私のただの、あれでしかないんだけど、予想でしかないんだけど、混ぜ合わせることができそうだ。持ってきた薬品を混ぜると毒ガスが発生するだろうから、一旦セーブをしてから毒ガス発生しましょうね。有毒ガスが発生した。さっき本編だと読めなかったな。溶解液を作るときの注意。塩酸と硝酸を混ぜる。次亜塩素酸ソーダはガスが発生する。決して混ぜないように。なるほどなるほど。塩酸硝酸だから、汚水あたり？この扉を何とかして開けられないだろうか。これ確かさっきこじ開けたんだよな。じゃあこれ薬品で錆取りして、ぶち開けんのかな？だ、とりあえず、薬品を取り直しに行かなきゃいけないか。両手で一本ずつ、両手で一本ずつ持ちながら、これはしご降りてんのか。結構器用なことすんね。さて、混ぜ混ぜして、寝れば寝るほど、うまい！てれってれー。溶解液を手に入れた。溶解液を、じゃあ扉にぶっかけましょうか。何かを溶かすことができる。劇薬。何かだよな。錆びついたドアの鍵が溶けて壊れた。溶解液はなくなった。物語らぬなぁ。あ、ここやっぱ塞がってんね。で、あのさ、殺人鬼。あれが母親か？結局これは誰なんだよなぁ。さっきの探偵、探偵なの？探偵？今更、新キャラかい？わからんね。あ、椅子は押せない。玄関は閉ざされておると。じゃあコンベア室に来て、ここで倒れたんだよな。この罠っぽい何かを拾って、無視していくかい？何か落ちてる。あ、何か落ちてるが拾えってことね。誰かに宛てた手紙が落ちている。殺人をほのめかす手記。手元の金が少なくなってきた。これでは望んだ生活が送れない。早いうちにまとまった金の調達が必要だ。最も簡単に最も効率よく金を得る。命と金の等価交換。保険金ではなく、誘拐。でも誘拐犯は金を。でも殺人をほのめかす手記だもんな。殺すのは確定なのか。まあ、身代金だけもらって、生かして返すつもりはないとか。さっきの犯人の目。犯人の目、見た記憶はないな。あれ？これって、本編の、始まったところか。本編って、レプリカの本編ね。かすかに壁の下に穴が開いてる。子供の大きさなら通れるかもしれないが、通れそうにもない。ああ、じゃあ子供ではないのか。でも結局、扉が、開いてる。現実歪みやがった。さて、あれ、なんか間取りが違う。あれ、ここアインス落っこってた場所じゃない？ここってなんだっけ？物置か。あれ、そういえばここ入った記憶がないんだけど。あれ、なんか記憶混濁してんな。わかんねえ。てか結局、レプリカ本編のあの穴の先、どうやって犯人は入ってたんだろう。あれ、操作、できんく。失礼失礼。ちょっと、コントローラーの不調でした。さて、どこに結局行けばいいんだろう。玄関へ向かおう。玄関へ向かいましょう。
玄関に向かうには、どこをどうすればいいのやら。ああ、ここコンベア室だな。玄関はこれまっすぐ行きゃいいのか。寄り道しても多分無駄だよな。多分一本道だと思うが。やめるんだ。いや、久しぶりだね。一年ぶりだ。ああ、れ、一年ぶり？私のことを覚えているかな？君のことをずっと心配していたんだ。ミモザちゃん。ローゼマリー。ああ、じゃあ、ここでローゼマリーの死体をミモザと刑事二人で見ていたのは間違いないんだ。あれが言ってしまえば誘拐事件の話。で、今やってんのは一年後の話なんだ。で、今アイスが綿出てんのはさっきの針から落ちた後続きなのかな。ある意味本編の本当のエピローグか。いや、もう刑事は引退したんだ。今は、ああ、なるほど。じゃあそっか、さっき倒れていたのはやっぱレッター刑事だったのか。で、刑事を殴ったのは、義理の母か。ちょっと目の色とかでちょっと判断はできないが。老いぼれだよ。私はミモザーじゃないわ。私は。ローゼマリー。ローゼマリーよ。嘘なんかついてないのに。みんなが嘘つきって言うのよ。名前が違うって言うの。ああ、すまない。君はローズマリーちゃんだ。ねえ。さっきからアインスが話をしてくれないの。アインス。アインス。嘘じゃないわ。さっきまで喋ってたのよ。これはあなたがやったことだ。申し訳ないが、ずっと調べさせてもらってました。あなたの周りでは、不審死が多すぎる。ご主人に、彼女の義理の妹。身寄りのない子供たちを引き取る、慈善活動をしているようだが、どの子も事故死や不審死で亡くなっている。そして、次は彼女がターゲットだ。彼女に、保険金をかけて、殺そうとしたんですね。なんとか言ったらどうなんです？お母さん。いや、あなたは義母でも何でもない。ただの私利私欲にまみれた殺人鬼だ。やめて。違うの。私が勝手にここに来たの。お姉ちゃんに会いたくて。やめて、刑事さん、やめて。大丈夫だよ。君はちゃんと保護される。守られるんだよ。そのためには辛いだろうが、君の口から伝えなくてはいけない。新しいお母さんからひどい仕打ちをされていたことを。何言ってるんです？私は心配でこの子を探しに来ただけですよ。ねえ、ローゼマリー。この子は姉の死に場所によく来るのよ。不謹慎よね。もう一年経ったっていうのに。なんて人だ。一年前の誘拐事件が起こった後、父親は失踪、母親はショックで精神病院に入院してしまった。だから私は、この子が天涯孤独になるのを恐れ、里親を探した。事件の関係者だと分からせないように、名前を変えて、一からやり直してほしかった。刑事を引退したのは自分の愚かさゆえだったが、この子のことはずっと気になっていた。間違っていた。まさか新しい母親になるはずの人間が、引き取った娘に保険金をかけて殺そうとしていたとは。しかもわざわざこの場所で、
なんて悪質な。天涯孤独のこの子を引き取ってあげたってのに、随分な言いがかりね。放っておけば孤独死していたのよ。むしろ、感謝してほしいよね。あなたって人は。何度も言わないと、わからないのかしら。この子は自らの意志で、ここに来たの。姉の死に場所にね。それとも、私がこの子に、を手にかけようとした証拠でもあるの？証拠？証拠なら、ああ、誰かにあったものだろうか、お金が必要ということが書かれている。これさ、式1ってことは式2とかあって完成させなきゃいけないんじゃ。とりあえず、使ってはみるが、証拠はこれです。え、な。あなたの殺人計画書です。ふん？これのどこが殺人計画書だっていうの？何？確かにお金には困っているとは書いてあるわ。私の直筆よ。でも、殺人？そんな言葉、一言も書いていないわ。いや、この文面なら、この手紙の破れた先に。妄想もいいところね、探偵さん。バカなことばっかりしないで、帰るわよ、ローゼマリー。はい、お母さん。待て、待ってく。ここにも手紙の切れ端が落ちている。そろそろローゼマリーを始末することにしよう。殺人をほのめかす手記2を手に入れた。ああ、これで手記、多分今ので切れ端最後だよな。形状を見る限り。じゃあ、これはもう始末しようって書いてあるから、言い逃れ、いやでも、にしたってちょっとガバガバな気すんだけど、まあ、とりあえず、もう一回問い詰めてみるか。証拠ならここに、ローゼマリーを殺す、デデン、と書かれている。それは、な。聞くところによるとあなたは、男を変えては金を貢いでいるようだ。その度にお金はどこから作っている？保険金目当てに彼女を殺す。はっきりそう書いてありましたよ。私も殺しますか？昔の刑事仲間に置き手紙をしてきたので、そんなことをしてもあなたはいずれ捕まる。もう逃げることはできんぞ。そんな、ポンコツ探偵、やるな。ミモザ、いや、ローゼマリーちゃん。これからは私が君を守っていこう。さ、ちょっと執着しすぎではあれったさ。そうは、させるもんですか。もはやこれまで。やめるんだ。よせ。く、バカなことを。すまない、私は。私は、君のお母さんを。いいの。これで、いいの。レッターさんは、私の救世主よ。これを見て。これは？ローゼマリーがここに来るとき、孤児院に送られてきたんだけど、私は彼女を引き取るつもりだったが、事情により引き取れなくなってしまった。罪の報いを受けるために自首します。どうか彼女を幸せにしてあげてください、レッター。どう思いますか？どうって、なんだ、これは。で、
何が？結局元刑事のおかげでここに保護されたってことか。まあそんなとこね。なんか複雑だな。とにかくお前がすごいややこしい家だったってことがよくわかったよ。もともとは金持ちだったけど、姉ちゃん死んでから引き取られたってことだよな。なあ、アインス、姉ちゃんなんだろ？もう喋らないのか？だから、ぬいぐるみが喋るわけないじゃない。それに、この子アインスじゃないわよ。あれ、ちょっと待ってくれ。普通刺されそうになって反撃したんなら、正当防衛ってのになるんじゃないのか？その探偵、本当に自首したのか？お前の話って。この子はね、新しい子なの。名前、教えてあげようか。この子はね、レッターっていうの。新しいお友達。私のお話にまた新しい仲間を入れてあげたの。これは子供が書いた文字だ。レッターという人物は、彼女のお姉さんの事件を担当していた刑事らしいんだけど、実は、ローゼマリーがさらわれた時、彼も実は地下で亡くなっていたらしいの。なんですって？後頭部を殴られて運ばれた後、絶命したらしいわ。じゃあ、この手紙。だから、彼女の言うことを全て信じてはいけないの。全てが嘘じゃないけど、全てが真実じゃないわ。彼女の嘘には気をつけて。ねえ、私のお話、面白かった？